スーパーに行ってきたので購入品をご紹介します。はい、食パン。はい、次細切れ肉。はい、次木綿豆腐。はい、次しめじ。はい、次えのき。はい、次塩チャプチェの素。はい、次グリーンカレー体シフトシリーズ見つけました。はい、次キャベツ。はい、次マーガリン。はい、次人参。はい、次お茶。以上です。ダイソーにも行ってきましたので続いてはダイソー購入品です。ガラス製品が多くてほとんど新聞紙に包んであるんですよ。唯一ガラス製品じゃないのはハサミ買ってきました。これキッチンで、まあ、キッチンハサミ以外にも一つハサミ欲しいなと思っていたので買ってきました。はい、一つねキッチンにもハサミあるんですよ。これあの冷蔵庫にくっついてるんですが、これもね使ってるんですよ。ただねちょっとねちっちゃいので普通に使える大きさのハサミを買ってきました。これはこれで可愛いのでこのまま使います。はい、そして何を買ってきたかと言いますと、じゃーん、こちらショットグラスです。これをですね
まず今1個でしょ。で2つ目。はい、次。3つ目。じゃじゃじゃん、見つかってきまして、まあ、もちろんね、これアルコールに使ってもいいんですけど、ちょっとね、小物入れに使いたくて買ってきました。え、そしてあと2つ、耐熱ガラス容器です。これね、200円したんですけれども、まずこちらは 500ml 入るものと、ラスト同じく耐熱ガラス容器、こちらはもう少し大きいですね、 800ml 入るものです。今でも耐熱容器持ってるんですけど、プラスチックのものばかりで、どうしてもちょっと匂い移りしたり色移りしてしまったりで気にはなっていたので、これが、まあ、ダイソーで100円ではないんですけれども手に入るということをネットで見ましたので買ってきました。まあ、ガラスなので重たいし割れるリスクがありますけれども、まあ、洗いやすいですし色移りしないのもいいなと思って、まあ、試しに1種類ずつ買ってみました。他にもね、大きさがあったり、あとはこの止める部分が密閉されるような、そういった容器も売っていました。とりあえずはこちらにしてみました。今もね、これプラスチックの容器これだけあるんですけれども、まあ、ちょっと厳選しつつ、今日ダイソーで買ったこちらのガラス容器とともに使っていきます。続いて先ほどのショットグラスはこの小物入れに使いたいと思います。もうね、これぐっちゃぐちゃにね、いろんなものが入ってるので、ちょっとこれを収納したくて買ってきました。じゃあまず全部これ出しちゃいます。大事なネックレスもここに入っています。自転車の鍵とかヘアゴムが入っていまして、まず買ってきたショットグラスを3つ並べます。こういう風がいいかな。ちょっととりあえずこんな感じで並べてみます。で、入れたいのがちょっとこれ ETC カードはここに置いとくとして、まず、まあ、鍵類ですね。ちょっと自転車の鍵とか、あとこれね、正直何の鍵か分かんない鍵もあるんですよ。前使ってた自転車か、もしくはスーツケースかはちょっと分かんないので捨てれなくて、このまま置いといてあります。一番右にヘアゴム、もう髪短くなったんでね、なかなかヘアゴム使う機会はないんですが、こう入れて、真ん中には大切なちょっとネックレスを入れます。これはもうお守り代わりで、今日は休みなのでつけてないですが、出かけるときは必ずつけてます。入った。で、あとは時計か。時計は今はこの3本を気分に合わせて使っています。仕事の時は、電波時計が必要になってくるので、時間管理しなきゃいけないので、この電波時計のセイコーの腕時計は仕事の時に使っています。うん、こんな感じになりました。まあ、いいんじゃないでしょうか。ショットグラスを小物入れに使ってみました。皆様、少しだけお久しぶりでございます。私は昨日まで6日間アルバイトに行っていました。まあ、その6日間を振り返りますと、一言で言うと楽しかったですね。まあ、何が楽しかったかって、やはり人と接することができたということです。私は3月の半ばからお休みに入っていまして、まあ、人と会話をするといったらトレーニングに行った時にトレーナーと話をすることぐらいだったんです。まあ、それが今はトレーニングにも行けなくなってしまって、もう話すと言ったらこの YouTube の画面に一方的に一人で言葉を発することぐらいだったんですね。
まあ、それがやっぱりアルバイトに行きますといろんな人と接することができまして、言葉と言葉のキャッチボールができたというのはすごくやっぱり良かったです。人と接することっていいことですよね。とってもいい経験をさせていただきまして、次の仕事は今週の日曜日、26日の日曜日に1日だけいただいています。直前にキャンセルにならなければいいんですが、今日から土曜日まで6連休なので、また動画をアップします。見ていただけると嬉しいです。ということで今日もご覧いただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。